応目標ではあったんで、こう今回それが実現できたのは嬉しいですね。まあ、スワットは正直こうもう本当に勝つってことだけ頭に置いて、やっぱ本戦に上がりたかったんで、負けちゃうとこうあんま印象良くないなと思って、勝つことだけに全部こう絞って戦ってきたんですけど、やっぱこうもっとリスキーな戦い方をしていいんであれば、ゼスト本戦でもいけんじゃないかなと思いますね。一応目標を達成したんで、こっからは自分のやりたいようにというか、もっとスワットとは全然違った戦いになると思いますね。すごい動きがあって乱暴な感じになると思います。自分をアピールするとすれば、やっぱ一本ですね。一本と止まらないで動き続けるっていうのが、こう見てては面白いと思いますね。で、あと何気こう打撃になった時のビビっちゃってる自分を見てほしいっすね。僕の師匠である増田先生の師匠の平先生にすごい入ってから憧れましたね。あ、この人すごいなと思って、いやもう見せたいです、平二世。まあそれはちょっと言い過ぎましたね、すいません。ぶっ飛ばされちゃうんで。こう試合が始まった瞬間からなんかあいつ面白いなってなると思うんで、もしそう思ったらこう何でもいいです、罵声でも何でもいいんで頑張れと言ってもらえれば、本当頑張っちゃうんで、単純なんで応援よろしくお願いします。この話聞いて最初びっくりしましたけど、誰と組むのかなっていうのは、今八田さんと亮太さんですね、はい、どっちと組むのかなみたいな、ちょっと構図的にも全然わかんないんで。まあ僕が2人とも倒してやりたいなと思ってるんですけど、まあそうですね、まあ組んだ人との相性とか、その相手の二人の相性とかも考えて、まあタッチとかそううまく使っていくのかなと思ってますね。っていう、はい。まあ自信オファーをもらって、やっぱり試合なんで勝ちたいし、うん、絶対勝つっていう気持ちで入るんですけど、まあ冷静に考えればやっぱり負けが続いてたりとか、もう何回も負けてるんで。それでこう、この間もリングスに出させてもらって、すごいこう戸惑いも少しはありますね。でもやっぱりせっかくいただいたオファーだし、感謝して、もう思いっきりっていうのはありますね。やっぱりこう自分の力を出しきれないのは悔しいし、そういう人をね、うん、ジムの人が見てやっぱりうん、すっきりしてない様子がもうね、やっぱり良くないなと思うので、その自分のスタイルで思いっきり、まあ、暴れるつもりで全部やってますね。はい。やっぱりその特殊なルールの中でやっぱりゼストらしさっていうのはあると思いますし、でも今回パウンドもないしクロスガードもなしで、やっぱり流れる動きっていうのは大事になっていくと思いますしね。その後にやっぱり今回すごいカードいっぱい組まれてて、今決まってる中で、なんでそれに負けないぐらいいい試合をしたいなと思います。はい。そうですね、初めての同階級では本当初めて一本負けというものを体験して、やっぱり悔しくてしばらくは寝れないっていう状態で、もうその負けを振り、拭い去りたいという気持ちがあって、もう今回連続参戦することに決めています。そうですね、今はもうゼスト一本で頂点を目指したいと思って、はい、前回の負けて特にそれは思って今は取り組んでます。
そうですね、あのタッグマッチというのを聞いて、はい、なかなか面白いあの DVD とかで見たことあるんで、なかなか面白そうなカードだと思います。キングダムの試合では何度か、小さいところなんですけど、タッグマッチってものはやったことあります。グラップリングのですけど、はい、プロレス好きで何度かあの地方のプロレスは出たことあります、はい、タッグといったらやっぱタッチワークというやっぱ協力というかちょっと特殊な感じになると思いますけどね、はい、はい、入江代表、このそうですね、まあ、また一から出直しという感じでは言ってました、はい、ただ今回の試合に関しては10周年ということで、僕がもし勝ったらあのお祝いの意味を込めて、Z さんにも僕にもお祝いの意味を込めて歌を歌いたいと言ってましたそれは今から宣言、はい歌を歌ってお祝いをして、まあ、いつも他の団体さんでもよく歌わせてもらってるんですけれども、まあ、いつも止められて音源を切られてって感じなん で今回もあのもし暴走し始めたら僕が今回は止めたいと思います。関係者よりも先に、はい、先に止めます。 Z の旗揚げ10周年記念大会 Z の33 11月23日リバー有明、チケット絶賛発売中。